ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、これ見て、かわいいのよ。ん？ストラップだな。先についてるのは姫だるまかな？そうなの。この間、琵琶湖の竹生島にある、宝厳寺っていうお寺にお参りしたのよ。宝厳寺の本尊は弁財天で、江ノ島神社、宮島の厳島神社と並ぶ、日本三弁財天の一つだな。そこで、小さな赤いだるまの中に弁天様への願い事を書いた紙を納め、本堂に奉納するという願掛けがあるの。奉納しただるまは1年間本堂で祈祷され、代わりにこのストラップを持って帰るのよ。なるほどな。竹生島はパワースポットとしても人気よ。かつては浅井長政の父久政が家臣団に幽閉されたとか言われていた島だったのにな。え？浅井長政のお父さんにそんなことが？一体どういうこと？浅井長政の父、久政は六角氏に頭が上がらず、嫡男長政と六角氏の家臣の娘を結婚させた。浅井家が六角家に飲み込まれることを恐れた浅井家の不代家臣はこのような浅井久政の方針に反発。1559年、自由に優れた若き浅井長政を擁立し、久政が高狩りに出かけた留守に、長政を小谷城へ迎え入れた。そして久政を竹生島に隠居させたんだ。なかなか骨太の家臣団だったのね。浅井家には、このクーデターの一員でもある遠藤直常や解放綱近など武勇に優れた家臣が多かった。その中で特に猛将として知られたのが磯野一政だ。武勇に優れた家臣団の中でも目立つくらいだから、よっぽど強かったんでしょうね。姉川の戦いでは敵陣を11段まで突き崩し、信長の心胆を寒から占めるほどの活躍を見せた。信長を恐れさせるなんて、それはすごいわ。やがて一政は織田の武将として生き残るわけだが、最後は猛将らしからぬ晩年を迎えている。浅井の武将だったのに、織田の武将になったの？しかも猛将らしからぬ晩年って、一体何があったのか気になるわね。マリサ、磯野一政に何があったのか、詳しく教えて。じゃあ今日は戦国の悲哀を感じさせる、磯野一政の生涯をゆっくり解説していこう。よろしくお願いします。それでは今日もゆっくりしていってね。磯野家は最初から浅井氏の家臣だったわけではない。もともとは北近江の守護京極氏に仕える国衆の一族だった。北近江って、今の湖北地方で、滋賀県長浜市、米原市あたりね。国衆って？国衆は在地領主のことで、黒人とも言われる、小勢力だったため、自前の軍事力では独立を保てず大名に仕えることで保護してもらい、領地を守っていた。国衆は、強い大名に服従し続けるとは限らず、頼りにならないとみなした大名を裏切ることもあった。仕えているとはいえ、大名にとっては油断のならない存在だったのね。戦国時代となり、下国上の気風が満ちるようになると、同じ国衆だった浅井助政が力をつけてくる。京極氏が度重なる家督争いで衰退していき、家臣間の覇権争いがますます激しくなる。このままだと助政に全部持っていかれちゃうわね。1517年、浅井助政が北近江の諸城を落とし、京極高清を小谷城に幽閉する事態となる。1517年、助政に対抗するべく他の国衆らが決起し、反浅井の兵を挙げる。磯野家通しため数も同盟に加わり、一族700人を率いて磯野山城に籠城、浅井勢の攻撃を迎え撃った。浅井氏は2000人を率いて磯野山城を攻撃したが磯野氏の守りは固く、浅井軍を寄せ付けなかった。助政が諦めるかしら？助政は、磯野家の一族の宮沢忠左衛門とため数の不和を利用し、裏切りの密約を結んだ。助政はなかなかの策士だったのね。1523年、助政は山本山城の浅光島の神を攻め、ため数は山本山救援のために出陣する。その動きを知った忠左衛門は伏兵を忍ばせ、油断していたため数を不意打ち。混乱に陥る中、ため数は奮戦するが、打ち取られてしまう。裏切った上に不意打ちなんて、ひどい身内だわ。やがて磯野山も落城し、磯野本家は西を目指して逃亡した。その後、磯野和義が当主不在となった本家を継ぎ、忠左衛門の息子平八郎がその養子として入る。これが今回の主人公、和政の父、和宗だ。始まりからしてなんとなく不穏な感じね。ところで、西を目指した磯野家の本家筋の人たちはどうなったのかしら？流れ流れて九州の地に落ち着いたそうだ。武士として筑前の腹出しに仕えるものの、後に博多で絵文字になった。意外なところに転身したのね。江戸時代の博多には優れた絵文字がたくさんいて、博多絵文字と呼ばれていた。中でも、太田、山賀、磯野、芝藤、深見の五氏が有力者で、磯野、芝藤、深見の三氏は元武士だった。博多で鋳物を始めたのは磯野氏が一番早く、永禄年間には工房を構えていたようだ。永禄年間というと、1558年から1570年だから、近江を去って30年後には鋳文字になっていたのね。鋳文字となった磯野氏は代々、七兵を称し、島原の乱では鉄砲玉を製造して藩に協力した。
その見返りに、筑前の大名、黒田氏のお抱え商人として栄え、芋野氏のリーダー的存在になった。また、磯野氏は筑前の国内で好きなど鉄製農具の製造を独占する権利も認められていた。江戸時代後期には磯野式と呼ばれる農機具を発明して大ヒット、その商権はアジアにまで広がったという。磯野式農機具って、どんなものだったのかしら？馬に引かせる式が有名だったようだな。後に福岡市長になった第11代目の磯野七平さんは、サザエさんに登場する磯野波平のモデルとされている。確かに、七平と波平って語呂が似てるわね。漫画の磯野家もご先祖は武士だったってことだし。そんな縁もあって、福岡市には、サザエさん通りがある。そうだったのね。さて、話を数正に戻そう。カズムネが亡くなると、弟カズキヨが後を継ぎ、カズマサが成長して家督を継いだ。カズマサは1523年の生まれだから、おそらく1545年前後のことだろう。四家の浅井氏は久政が南大海の六角氏に屈服し、一時衰退するが、その子長政の頃には勢いを盛り返している。六角氏って、確か長政を家臣の娘と結婚させたのよね。長政に六角義方の一字、方の字を変記として受けさせ、片政と名乗らせたりもしていた。変記って、臣下に主人の名前の一字を与えることよね。すっかり家臣扱いで、長政が反抗したくなるのも無理ないわ。その六角氏との戦いで頭角を現してきたのが数正だ。どんな活躍をしたのかしら？まずは1560年の野良田の戦いだ。今の滋賀県彦根市野良田町及び飛騨町あたりだな。家臣のクーデターで長政が当主になったのが1559年だから、野良田の戦いはその翌年だったのね。当主になった長政は、片政の片の字を捨て、長政と名乗り、正室を送り返して六角氏と決別した。やるわね。同時に長政は浅井、六角領の境界線に位置する六角家の国衆に協約を仕掛けていた。それにより越軍飛騨城下鹿瀬隆秀が浅井家に寝返った。これに激怒した六角義方が飛騨城攻めに乗り出し、長政は飛騨城の救援に向かう。1560年8月、宇蘇川を挟んで浅井長政率いる9戦、六角義方率いる2万5戦が対峙した。兵力では六角軍が3倍近かったのね。浅井軍の先陣には都督蔵之介、両の若狭の神、そして磯野一政。この頃一政はその武勇で、大野木国重、野村貞元、三田村秀俊らと共に浅井氏よくと謳われていた。野良田の戦いについては、高野浮に記録がある。高野浮高野浮は15世紀後半から16世紀後半の約100年間の海の国及び美濃の国内での抗争、戦乱を記したものだ。それによると、まず浅井軍の都督蔵之介が宇蘇川を渡り、六角軍の賀茂貞秀と激突。やがて六角方の田中治部、楢崎壱岐守が都督勢の横合いに攻めかかる。蔵之介は、これは近江分け目の合戦ゆえ先陣を受けたまわった。もし浅井家が六角に敗北すれば顔向けなどできようか。そう言うと素早く陣を立て直し、なおも激戦を展開した。そんな激を飛ばされたら、ついていくしかないわね。すると賀茂家家臣の結家十郎兵衛というものが蔵之介に一騎打ちを挑み、蔵之介もこれに応じた。やがて力に勝る蔵之介が十郎兵衛をひっつかみ、首を取ろうとする。そこに十郎兵衛の老頭が飛び込んできて蔵之介は首を取られてしまう。一騎打ちのはずなのに手助けするなんて卑怯だわ。戦法が崩れたことで、浅井軍の形勢が不利になるんじゃないの？ところが総大将の長政は思い切った行動に出る。何をしたの？全軍に激を飛ばし、川を渡っての総攻撃を命じた。一方六角軍は蔵之介を討ち取ったことで戦勝気分になっていて、すっかり油断していた。長政は激を下すと自ら先頭を切って六角軍に突っ込み、鋭い刃物で突き刺すように敵陣を突き崩していった。浅井軍のまさかの反撃で六角軍は慌てたでしょうね。すると数正の部隊は迂回して川の南側から回り込み、思わぬ方向から六角軍の横っ腹を突いた。敵の多さにひるまない数正のアシュラのような働きで、六角軍は崩れ、名のある武将が次々に撃たれていった。さらに包囲を受けて孤立していた飛騨城の高野瀬隆秀はこの状況を見逃さなかった。貨幣ながら城から撃って出て、六角軍の横合いから襲いかかる。腹背に攻撃を受けた六角軍はたまらず押され、先陣の兵が逃げ出すと連鎖反応で総崩れとなる。そうなったら戦いどころじゃないわね。六角軍は南東を目指して敗走していった。一方、戦いに勝利した浅井長政はこの時まだ15歳。随分と肝の据わった15歳で、先が楽しみね。長政は六角氏の勢力を排除し、北近江に覇権を確立した。同じ頃、美濃の斎藤家と交戦していた織田信長は、長政に使者を送り同盟を持ちかけた。信長はどうして同盟を結ぶ気になったのかしら？敗北を気にせず斎藤家と戦うためと、美濃攻略後に京へ向かう際に障害となる六角氏への備えとなるからだな。長政にとってはどうだったの？この同盟によって、宿敵六角氏を完全に抑え込めるはずだから、長政にとっても大きな意義があった。ただ、浅井家の中には織田家との同盟に反対する家臣も多かった。
どうしてかしら？浅井家は助政の頃から越前の国の朝倉氏と同盟を結んでいたが、朝倉氏と織田氏はもともと不仲だった。朝倉家の意向を無視することになれば、敵を増やすことになりかねない。難しい決断だったのね。信長の妹を一の方を目取り、織田と同盟を果たした長政だったが、関係の破綻は意外に早く訪れた。何があったの？1568年、足利義昭を奉じて上洛を果たした信長は、義昭を名目にして各地の大名に上洛を促す。しかし、越前の国の朝倉義景は再三これを無視。越前の国は美濃の国と京都の間に割って入るような位置で信長は越前の国を支配下に入れる必要があった。1570年、信長は朝倉義景の上洛拒否を藩へありとし、これを口実に越前の国へ出兵した。この時長政は反旗を翻し、信長と敵対関係となった。妻の実家より朝倉氏の方が大事だったの？長く同盟関係にあった朝倉氏を切り捨てることができなかったのかもな。対立を決めるや否や、長政は信長の背後を突くように動き、これにより織田軍と浅井、朝倉軍は全面対決。背後を取られ、窮地に陥った信長は危機的状況下でようやく京都に逃げ延びる。この対決戦で伝軍を務めたのが木下秀吉、明智光秀、池田勝政の三武将だった。彼らの息の合った連携と見事な采配ぶりで、この対決戦は、金ヶ崎の軒口と呼ばれている。無事京都に逃げ延びたとはいえ、信長は長政の裏切りに怒り狂ったでしょうね。宣教師のルイス・フロイスは、信長は、自分を侮辱した者は絶対に許さず懲罰を与えた、と書いているしな。絶対にこのままでは済まないわね。一旦京都に逃げた信長は岐阜で体制を立て直し、同年6月に小谷城の南にある横山城を包囲する。横山城は、北国脇王冠街道のすぐそばにあったのよね。北国脇王冠街道は、中山道の関ヶ原から小谷城の西側を通って北国街道木の本宿に至る道だな。木の本宿って、今の滋賀県伊香郡木の本町ね。横山城は街道に近く、小谷城まで 6km ほどだったため信長は重要な前線基地として横山城攻略を目指した。一方長政にすれば、横山城を奪われると数正がいる沢山城との連絡が断ち切られてしまう。また横山城は小谷城を守る市場でもあったため横山城を確保し織田軍に通撃を与える必要がある。どちらにとっても横山城は譲れない戦略ポイントだったのね。そうした両者の思惑が一大決戦へと発展していく。横山城の北にある姉川河畔に織田、徳川軍、対する浅井、朝倉軍が陣を敷いたのが6月28日。兵力は双方とも1万5000程度だったと言われている。沢山は織田、徳川の陣の後方にあるため、数正は参戦してなかったのでは？という説もある。だが、ここでは、浅井三大記の記述に従って動きを追っていくぜ。わかったわ。浅井三大記は助政、久政、長政三代の攻防を記した記録で、著者は伊香郡木の本上新寺の総遊山だ。戦いは早朝4時頃、徳川軍が朝倉軍に攻撃を開始して始まった。序盤は浅井、朝倉方に有利に展開し、浅井軍の先鋒磯野一政が織田軍の先陣を一周。その勢いのまま姉川を渡って織田の陣に突入し、先鋒の境正直を一撃で粉砕。続いて池田のブテル率いる第二陣も撃破。まさに鬼陣のような進撃ね。さらに前面に立ち塞がるには長秀や柴田勝家の縦陣を抜いて、第五陣の森吉成隊と激戦を繰り広げる。一方長政はじめ、浅井の各部隊は死力を尽くして織田軍との激闘を展開した。戦場は敵味方が入り乱れて大混戦となり、浅井軍は可兵ながら押し気味に戦いを進める。織田軍は浅井軍の決死の猛攻でかなり押し込まれたんじゃないの？最初に本陣にしていた陣後の柳から500メートル本陣を下げたというぜ。数正の奮戦はなおも続き、織田の陣13段のうち11段までを突き崩し、信長の本陣の一歩手前まで肉薄。信長の目前で戦闘が始まるありさまだった。信長も驚いたでしょうね。数正の織田本陣に迫る猛攻は、姉川11段崩し、として語り継がれている。しかし数正の奮戦もここまで。気球を聞きつけた稲葉一徹や氏家牧前らが援軍として駆けつけ、先に朝倉を撃破した徳川軍も加わった。もはやこれまで、と敗戦を悟った数正は、すぐに部隊をまとめて撤退行動に移る。敵陣深くまで入り込んでいたけど、うまく撤退できたの？追撃を受けて損害を出しつつも、なんとか沢山にたどり着いたようだ。目の前まで迫った数正の活躍は、信長に大きな印象を残したでしょうね。横山城を救えなかった浅井軍は南北に分断される結果となった。数正のいる沢山城も織田軍の攻撃にさらされることになる。重要な戦いで負けた痛手は大きいわね。
姉川での敗戦で痛手を受けた長政だが、京都に向けて軍勢を繰り出す。京都へのルートは織田が抑えてるんじゃないの？織田の勢力が強いことを避け、個性ルートを使ったぜ。さらに、比叡山延暦寺を味方につけ京都北港まで迫り、信長は一時的な和睦によってこの危機を脱している。長政もなかなかしぶといわね。一方、古都地域では織田の圧迫が徐々に強まる。沢山城の周辺でも、横山城には羽柴秀吉が入り、上皇寺城は柴田勝家が抑えていた。羽柴秀吉って、木下秀吉じゃなかったの？木下秀吉は、金ヶ崎の戦いの後、羽柴に改姓していたぜ。なるほどね。また、釜葉城の堀秀村も織田方に寝返っていた。数正は、まさに敵中で孤立していたのね。織田軍は幾度となく沢山城を攻撃してくるが、数正はひたすら城を守り抜いた。孤立する中でも織田軍相手に戦おうと、農業や水の確保し、半年以上持ちこたえた。また、丹羽長秀からの降伏の誘いも固く断ったという。一方、敵に囲まれていた沢山城と織田二城の連絡が遮断され、長政は沢山城の様子がつかめなかった。やがて、数正が浅井を裏切った、という噂が立ち、長政は徐々に疑心暗鬼となっていく。織田方の協約じゃないの？羽柴秀吉が偽の情報を流したという説もあるから、そんなところだろうな。翌1571年2月、信長は2万の軍勢を率いて古都に出陣する。敵の大軍を前にして、数正は長政の元に援軍を要請するが、織田二城からは何の返答もない。死者が捕まっちゃったのかしら？それとも長政に無視されたとか？真偽のほどはわからないが、数正としてはこれでは沢山城を支えることはできない。大軍に包囲される前に城を放棄し、織田二城の長政の元へ合流する道を選んだ。仕方ないわね。野縁に乗じて城を脱し、手勢と共に織田二城に逃れてきたが、長政の反応は冷たいものだった。数正が織田に寝返ったのは明白、おそらく城を乗っ取って織田に明け渡すつもりであろう。数正は城に入ることを拒まれ、人質に出していた母までが処刑されたという。そんな、長年忠義を尽くして仕えてきたのに、信用してもらえないなんてひどいわ。主君の裏切りに衝撃を受けた数正は、織田に投降することを決意する。無理もないわ。信長に下った数正には沢山の代わりに湖北の高島が与えられ、織田の家臣に加えられた。高島ってどんなところだったの？高島は現在の滋賀県高島市で、岐阜を本拠とする信長からすれば、最も目が届きにくいエリアだった。また、浅井氏の同盟相手である朝倉氏の領地とも、比較的近いところだ。そんな重要なところに、この間まで敵方だった武将を置いて大丈夫かしら？数正が長く沢山城に籠城できたのは、日頃から城内の統率が取れており、家臣たちにも信頼されていた証拠。リーダーシップを発揮できるタイプよね。忠誠心も十分で、味方につければ、これほど頼もしいことはないわね。だから信長は降伏してきた数正を、非常に高く評価して、能力と人柄を信頼したんだろうな。勇猛で戦上手なのは姉川の戦いで証明済みだしね。猛将、磯野数正の離反は他の浅井家臣たちにも大きな影響を及ぼした。やがて、厚地貞行、新城直より、宮部慶順らが次々と織田方に寝返った。宮部慶順は秀吉の協約に応じて寝返っている。居城の宮部城派織田二城攻めに欠かせない重要拠点で、織田二城落城まで多く勲功を挙げている。数正を信用しなかったのは、長政の失敗だったわね。1573年8月、織田二城が落城して浅井氏が滅亡、北近江は信長の手に落ちた。一方数正には与力としての役割が与えられる。与力って、時代劇によく出てくる武士のこと？この時代の与力とは、より大きな大名に家政として付属していた武将で組みした大名とも言ったぜ。例えば、柴田勝家の下は前田利家や笹成政らが属して方面軍団を結成していたということだ。与力は、統一軍事行動を取る際に軍団長大名の指図を受けるのみで、身分としてはあくまで対等だった。部活の部長とチームメンバーみたいなものね。この時点では、同じく近江に領地のあった丹羽長秀、佐久間信盛、羽柴秀吉らと同格だったと見られる。信長の家臣となってからは、信長を狙撃した杉谷善十郎を捕縛する活躍がある。信長を狙撃した人物なんていたの？杉谷善十郎は、1570年、京都から岐阜に向かう途中の信長を狙撃するが失敗に終わり、逃亡していた。暗殺されかけたことに激怒した信長の言命で、徹底した犯人探しが行われた。1573年、高島郡堀川村の阿弥陀寺に隠れていたところを磯野数正に捕縛される。数正、早速手柄を挙げていたのね。しかし信長は数正に難題を申し付けていた。
どんなことかしら？自らの甥に当たる津田の部墨を養子とし、将来磯の家を継がせようというものだ。甥の津田の部墨って？織田信雄が信長に謀反の企てを起こして殺された後、柴田勝家に養育されていた信雄の息子だ。数正に子供はいなかったの？数正には幸信、正長という実子もいたし、磯の家は取り立てて名家というわけでもない。信長は何を考えていたのかしら？数正も信長の真意が図れず、とりあえず、お受けすると返答した。信長の真意がわかるまでの時間稼ぎの意図もあったのかしら。しかし、どうやら信長は本気で信澄を押し付けたかったようだ。金見狂気に信澄が高島から上洛してきたとあるから、信澄はその後、高島領で暮らしていたんだろうな。1578年2月、数正は信長の叱責を受けて命の危険を感じ、突如として出奔する。何が理由で叱責を受けたの？理由は不明だ。一説では、信澄に家督と領地を譲渡するよう強要され、それを拒んだためとも言われている。出奔して、数正はどうなったのかしら？吉野山中に潜んでいたところを磯貝視察部に撃たれ、首が安土に届けられたという説があるが、これは間違いだ。新潮後期によれば、実際に吉野で撃たれたのはかつて信長に敵対していた磯貝視察部だ。磯野と磯貝を間違えて記録したのかしらね。出奔した数正がどのように暮らしていたかは不明だ。だが、本能寺の変で信長、信澄が相次いで殺されると再び高島に現れたという。本能寺の変が1582年だから、出奔してから4年後ね。数正も60近い年齢になっていたはずだ。武士としての生き方は捨て去り、機能してた旗を耕し8年後に亡くなったそうだ。かつては猛将として鳴らしたのに、晩年は寂しいものだったのね。数正の子供たちはどうなったの？次男幸信は石田三成に仕え、幸信の長男幸直は関ヶ原の戦いで落ち延びる三成に最後まで従ったという。その後、幸信親子は東道高虎からの要請に応じて仕え、1602年には幸信1000石、幸直は300石となっている。東道高虎って、かつては磯野家に仕えていて、その後主君を転々として最終的には家康に仕えたのよね。大阪夏の陣では、幸信は旗奉行を務め、幸直は矢を、和解の戦いで武功を挙げ1000石となっている。たくましく生き抜いたのね。娘の名は不明だが、数正が浅井の家臣だった頃に、近江の国坂田郡小堀村の小堀正嗣の正室となっている。その長男が小堀遠州だ。小堀遠州って、三大茶人の一人で、建築、庭園、陶芸の巨匠よね。小堀遠州は、三大将軍徳川家光の茶道指南として認められていた。武家茶道に公家的な古典美を兼ね備えた茶風で、綺麗さびと言われ近世茶道を大成したと言われる。数正にはすごい孫がいたのね。今日は猛将磯野数正の生涯を見てきたが、霊夢、どうだったか？戦場で華々しく活躍していたのに、浮き沈みの激しい生涯だったのね。本人が望んだわけではなく、周りの状況に流された結果だから、不運といえば不運だな。忠誠を尽くしても信用されなかったり、仕えても無理難題を押し付けられたり、あの時代、武士でいるのは神経をすり減らすことも多かったでしょうね。だから晩年は自然を相手に静かに過ごせる農業に心の平安を見出したのかもな。地位や名声より、心の平和が一番大切よね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。